はい、ひろたまです。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメントメッセージ、本当にありがとうございます。今日は草刈りでございます。ちょうどですね、ブルーベリー畑のすぐ奥に見えますか、柿の木があって、その奥にカボスの木があるんです。古木なんですけどあるんですね。で、見たら結構なってるんですが、その下がもう見ての通り草ぼうぼうなんですよ。ですから今日はそのカボスにアクセスするために、この狭いところではありますけど、ここをですね、切っていこうと思っています。今日ちょっと私ウルトラなんとか隊みたいな感じでしょ。下はね、この間大分木藩さんで買ってもらってるこのハスクバーナの作業着なんですけれども、ウェアなんですけども、これですね、空調服なんです。空調服で、ここにじゃん、こういう風につけておりまして、でレイのコードがない前方後円墳型の空調服なんですけども、これですね、ヘマシン製菓さんのベノム Z4 18V キットなんですけど、これですね、嬉しいことに視聴者様から純子さんも暑い中作業をされるのでということでご提供いただいたんです。本当にびっくりです。私はこういうこうレビューとか来ない、社長には来るけど私には来ないんですけども、視聴者様の方からやっぱり暑い中を見るに見かねてくださったのか、ご提供いただいた商品です。ありがとうございます。おかげさまで、まあ、暑いんですけれども、この空調服で頑張ろうと思っています。今こちらにもつけてますけどね、これにスイッチを入れて、そして草刈り頑張りたいと思います。もう一つはですね、今日は、どうやって草刈りするかというと、こちらの皆様覚えていらっしゃいますでしょうか。これ社長が、マキタさんのバッテリー式の草刈り機買ったんですね。で、廃工機さんとちょっと比較とかしたものが昨年あったんですけど、その時のマキタさんのバッテリー式のものが、まあ本当にずっと倉庫の中に眠っていて、あるけど使わないっていうのはすごいもったいないなと思って、ガサゴソと私出してきました。なんかね、あーって多分昨年から見てくださってる視聴者さんにとってはあったあったって感じでしょうけどね、こちらを今日使っていきたいと思います。それでまたですね、もううちの倉庫本当にいろいろあるんですけど、こちらの多分これね、昨年アルプジョさんからねご提供いただいたと思うんですけれどもね、三洋メタルさんの製品で、こちらの電気充電式の草刈り機用のチップソー 3S ホワイトっていうのがあったんですよ、倉庫に。だからこれをつけてちょっとやってみようかな。低速回転でよく切れるって書いているので、私まだ使ったことないんですけども、ちょっと今日はお試しも兼ねてやってみたい、使ってみたいと思います。アルプジョさんありがとうございます。1年越しで使います。ではやっていきましょう。それでは始めていきます。相当おかしいことに気づきました。私空調服のスイッチ入れるの忘れてました。なんか暑いなって今思ってたんですよね。もうバカ丸出しやな、いきます。あ、空調服
スイッチ入りましたよ。ね、この空調服回り始めたら、なんて言うんでしょう、すごい涼しい、涼しい、めっちゃ涼しい。でもなんかこう太った人に見えてしまう、ボーンって。じゃあ続けていきましょう。おー気持ちいい。本当あの扇風機背負って仕事してる感じ、いや便利ですね、いいですね。こんないいものがあったのかって感じですよね。これってキュー回ってない感じですけど、あれ？片っぽしか回ってないぞ、おかしいな。もう一回いきますよ。イエーイ。お、両方回り始めました。よっしゃ。あ、涼しい。では続き行ってみましょう。やっぱりあの作業するときに空調服があると、なんて言うんでしょう、こう涼しい。ここら辺も涼しいんですけど、お尻周りもこれ涼しいんですね。結構これベストの丈が長いので、腰のところがすっぽり隠れていて、でそこがしっかり風が入るので、お尻が涼しくてすごく足がね、前に前に行きます。どんだけこんだけ暑くてもすごい嬉しい。やっと今柿の木の下のところを通過したぐらいなんですけど、意外とあの露草みたいな、露草かな、意外とねこれしぶといというか、これこれ柿の草ですね、多分露草系なんですけど、結構竹が伸びていて刈りにくいんですよね。でこれうまくこうなんか倒れてて、だから根こそぎっていうか綺麗に刈っていけないんです。 上面だけみたいになっちゃうんですけどね。とりあえずまあハボスの木にアクセスできればいいので、とにかく上の方だけでも刈って立ち入りできるようにしていきたいと思います。頑張ろう。気持ちよくくりくり回してたら切り株がブスッと向かってしまいました。
先日ですね、ある方から、空調服とかのこう具合とか、それとか草刈り、女性目線での草刈りのこととか、なんかコメント欲しいですみたいなこと言われたんですけど、私の本当素人的感覚でちょっとコメントすると、バッテリー式ってハスクバーナーとハイコーキーとマキタと3つうちあるんですけれども、どれも同じなのは、ここのバッテリーの分があるので、こう前とのこう天秤みたいなこのバランスの取り方がちょっと難しいですね。やっぱこう手を変え品を変え使っちゃうと慣れないまま、なんか道具だけ使う感じになってしまうので、なんかまだ重たい感じ、使い慣れてない感じがどうしても出てきますね。割とこのワークってすごくこう前に下がっていくので、これをまあうまくテコの原理じゃないですけど、うまくこう時にこの中心とバランス取りながら回していくのがいいんだろうなっていう感じがするんですけど、まだなんか容量を得ていません。重たいですよね。で、日頃私背負い式なので、背負い式になると当然エンジン式だから馬力もいいですからね、シャ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 行く感じなんですけれども、特にさっき言ったようなツユ草みたいなものって意外と厄介な草なんですよね。なかなか切りづらいです。ポンポン草の方がシャ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 って切れていくんですけど、シキッと立ってるとね、なんかね横にダラーっと寝てる感じで、その根の近くからこう切ってやらないと、なんか切れてるのか切れてないのかわからないみたいな、そんな草なんで、結構ここはその草が多くて、もしかしたらもう2、3日したらシューンと立ち上がって、切れてないぞーっていう感じで立ち上がってくるのかもしれないんですけど、今ちょうどカボスの木の下のところまで行けたので、周りをですね、株元警察不在の状態なんで、株元草でボーボーなんですよ。だからちょっとなんとかしていきたいと思います。すごい、ツタが絡まっちゃってる。ツタを切ってあげよう。すごい、下から風が上がってきて気持ちいいです。はい、どんな感じになったかちょっと見てみましょうか。スタートのところから見るとですね、一応、株元が見えるようにはなってます。これ 2,3 日したら刈った草が枯れるので、枯れてしまえば足元も分かりやすくなるから行きやすくなると思います。ひとまずこれでいいかな。はい、ということでですね、今日は視聴者様からご提供いただいた空調服ファンをですね、初おろしです。なんだっけ、商品名はベノム Z4 ですね。これをつけて今日は私作業させていただきました。本当にありがとうございました。全部ね、社長のものになっているので、私専用のものって本当ない。このウェアとかはそうなんですけども、もう空調服のこのっていう、こういうのが私のものが毎
ゼノムが手に入ったことすごく嬉しいです。まあ、これを着て暑い夏もバリバリとお仕事していきたいと思います。お、ちょっと空調服スイッチ切ってみましょうかね。はい、静かになりました。で、スリムになりました。ということで、今日はカボスの古着の下の株元ボーボーだったので、そこを草切りをしました。初めての空調服、すごくね、ワクワクしながら張り切って草切りをしましたけれども、そうですね、あの牧田さんの、バッテリー式使わせていただきました。もう倉庫の宝になってまして、お宝になってまして引っ張り出したんですけども、やっぱりあの重心取るのがまだまだ私下手くそなので、平地はやりやすいですね、すごく切れますしいいんですけど、ちょっと傾斜のあるところでこう振り下ろさなければいけない場所っていうのは、ちょっとこのバッテリー式はやりづらい、難しいなと思ったところでした。参考になりましたら、まあ、そういうお参考に、私みたいな初心者の方、腕の力のない方、参考にされてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。りょうたまでした。バイバイ。